皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はゼノブレイド3のファミ通紹介をしていきたいと思います。2つの世界の未来をつなぐ物語、ケベスの兵士たち。物語の舞台となる世界アイオニオンに存在する2つの国の片割れになるケベス、敵対する国家アグヌスと果てることなき戦いに明け暮れています。その軍に所属する主人公の一人ノアをはじめとした3人のキャラクターを紹介します。ノア、キャラクターボイスは新井良平さんです。主人公の一人で18歳で戦場で命を落とした兵士を弔う送り人であり、自らも戦う兵士でもあります。多くの命を送ってきた経験から、生きるために相手の命を奪い続けるこの世界に疑問を抱きます。ユーニ、キャラクターボイスはハン・メグミさんです。回復を得意とする少女で18歳で、ザックバランな性格で仲間への責任感は人一倍強いです。口が悪くガサツですが、座学が得意という知的な面もあります。幼なじみのノアのことは尊敬していて、ランツとは好き放題言い合える関係です。ランツ、キャラクターボイスは田辺康介さんです。ノア、ユーニの幼なじみで18歳で、盾にもできる体験を自在に扱います。過去のとある出来事から仲間は命に代えても守るという考えを持っています。そのため無謀な行動をしがちで、ノアたちにも心配されているようです。チェック、機械技術に長ける国家。ケベスは高度に発達した機械技術を誇っており、その技術を生かした兵器を多数有します。軍は戦闘車両を中核に構成されて、人が乗り込んで運用する小型機動兵器も用いられているようです。その一員たるノアたちはアグヌスの殲滅を目的に日々戦闘をしているようです。といった感じですね。まあ、機械技術に欠けているということで、まあ、そうですね。なんかこのゼノブレ、なんかモナドアーツとかもその技術の一つですかね、多分。まあ、あまり詳しくはないですけど、まあ、もともと、なんかなんだっけ、まあ、ちょっと名前一瞬忘れたんですけど、名前忘れてしまったんですけど、まあ、モナドの使い手の名前、あれは多彩な、あれに、性能に変化することができますから、すごいですよね。まあ、そんな感じで、今回はこの辺で、ゼノブレイド3のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、および SNS での拡散を、よろしくお願いします。